戦いを始めればもっと近づきますからね。平気ですよ、自分の身ぐらい自分で守りますから。何も言ってないよこっち。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでね、実は何やった、この団員ランクがねもうちょっと上げれそうなんで、それを上げに島星隊長に報告しに行こうかなと。え、一応さ、もうなんか、なんていうん、あの巨大なポケモンたちはもう倒すことはなくなったわけやん。全員倒したわけやん。これは団員ランクが上がったら、団員ランクが上がったら、あの何、ジムバッジゲットしたのと同じようにポケモンね、高いレベルでも言うことを聞くようになるっていうことなんかな。確認する、図鑑を見せたまえ。今のところ多分65ぐらいまでしか言うこと聞かんのよね。はい。え、何？見せた？見せた？承認する。ランクアップの手続きだ。あざす。団員ランク。6、なんていうん？六つ星？君の銀河団団員としてのランクは六つ星となった。アイノは新しくハイパーボールが使えるようになった。ん？前もハイパーボールじゃなかった？レベル8、おー、え、なんかめちゃくちゃ一気に上がった？え、65までやったよね、前。レベル80までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。なんか、あんま刻まん感じなんやね。調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになった。これらも渡す。クラフトに必要なレシピだ。アイノはハイパーボールのレシピを手に入れた。あざす。満タンの薬。では、次なるランクを目指し、ポケモン図鑑完成に勤しめ。てかさ、今、ここに入ってくる直前に見えたんやけどさ、また迷子になりました？え、絶対そうよね。これ、そういうことよね。一体どこに？もうなんか、見張っといてくれないかな。ミオがこっそり出かけたっきり帰ってこないんだ。こっそり。なるほどね。一応見張ってはおったんかな。寒さ対策をしていたから、純白の凍土へ行ったんだと思う。寒さ対策しよることまで分かっとったんやったら、その時に止めてくれるか。仕事ではないみたいだけど、なんだってあんな危ない場所に。ガチグマと君の力を借りたいんだ。ミオアイオン手拭いを手がかりに探し出してくれ。ガチグマは匂いを覚えた。僕もミオを探しに行く。いつも君に頼ってばかりでは、兄の名が廃れるからね。なんかそれ、余計に大変なことにならん、こっちが。二人分みたいな。待ってろ、ミオ。あ、先輩、探してたんですよ。え、何？おるんですけど。ということは、今回迷子になるのはお兄さんか。行き違い？え、兄さんが純白の凍土に？コリンクに追いかけられたトラウマで、銀屋にすら出かけない兄さんが？そうやったんや。早く探しに行かないと。先輩、力を貸してください。サブ任務86、迷子の警備隊、凍土へ。あの人も警備隊なの？なんてことだよ。いや、村人って書いてるけど、一応。こっちは増えてないのね。なるほど。いや、なんか一応ランクが上がったけんさ、何かしら増えたりしとるかなと思ったけど。これぐらいか？あ、でさ、私この、オクタン。サブ任務でオクタンの図鑑を完成させてほしいみたいなのあったんやけどさ、これも完成したけん、ちょっと店に行こうかなと。誰から受けたんだ、私は。村人の行方。これは、ちょっと待って。オクタンの炭。あ、なるほどね。ここやね。すぐそこ。あの人か。オッケーオッケー。普通にフィールドに出ていくところやった。はい、完成したよ。オクタンの調査が完了したんだって？早速教えてちょうだい。あらあら、なるほどね。ちょいと本当かい？オクタンと進化する前の鉄砲を、姿形が違いすぎるじゃないのさ。うん、確実にもう種類も違うと思う。
まあ毒はないようだし食べて問題なさそうだね。へえ、オクタン食べるの？早速炭を集めて試作しないと。あ、オクタン食べるんじゃなくって炭を食べるんか。なるほどね。新しい漬物が完成したらあんたもぜひ食べてくれ。サブ任務53、オクタンの炭達成。え、炭使って漬物作るの？え、あのイカ炭的な感じで使うわけじゃなくて、どういう漬物なんやろ。リアルでもそんなんあるんかな。じゃあ純白の糖度へ。レベル80まで言うこと聞くってことはめちゃくちゃ結構幅広くなったよね。さあ、てガチグマで行きますか。どのあたりかな。とりあえずここは飛んで大丈夫かな。でその間におったりとかしたらあれやけど、こう、はい、ガチグマ。何のマークも出ねえな。あ、今夜なん？いまいち夜なん？今なんかちょっと緑っぽい光が。お、これは。いや、宝物が近いんだな、これは。宝、あ、どこ行った？あれ？宝物。お、なんか今。若干、緑の明かり。でも別に特に、お、ちょっと強くなった。けど、ま、これは宝物だね。あれ？消えた。さっきからさ、あれなんかすごいピコン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 ってなった後ですごい消えるんですけど、何なんだ？こっち側にはいないの？向こう渡ってくよ。あ、橋があるね。橋から渡っていくか。特にって感じ。あ、またちょっと強くなってきた。宝物。え、何？どこなの？マジで強くなっては消える、強くなっては消えるの繰り返しなんだが。謎。ん？この辺は集落だね。集落に追ってくれるんなら全然。ね、安全やし、いいんだけども。微妙だね、強さが。え？こっち？え？消えたって。え、なに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 ？どこどこどこ？え？え？なに？消えたって。この穴の中？あ、おった！めっちゃダメージ受けたけど。頼む、大ニューラで地上まで送ってくれ。うおー、なになんか来た。あらー。あらー。出たー。大丈夫大丈夫、やっつけれるよ、そんなの。ゴーリキー、いい感じの技あったっけ？へ、親分ポケモンじゃねえかよ。ああ。ああ、ピンチ。しかし、インファイト。どういける？あ、でも効果抜群やけんいけるやろ、きっと。よいしゃー。オッケー、パーツ。今ね、手持ちに親分ポケモン3匹おるんよ。めちゃくちゃ増やした、あの後。危ないところを助けてくれてありがとう。親分ポケモンが捕まえれるって気づいてから、めちゃくちゃ捕まえた。でも、ミオが見つからないんだ。いや、いたんだよ。本部にいたんだよ。それだけど。先輩、兄さん見つかりました？いたよ、いたよ。なんだ、ミオは無事だったんだな。よかった。本当によかった。心配かけてごめんね。それにしても、一体なんだって黙って東堂に。あ、実は、東堂には来とったん？一回。アイナは氷の石を手に入れた。おー。何くれるの？先輩にあげたくて探しに来たんです。珍しい道具と聞いて、調査の役に立つかなって。ありがとう。兄さんそんな顔しないで。兄さんにもあるから。そういうことじゃないと思うけど。本当に先輩は私の恩人です。
この礼をいつか返すためにも、私もっと頑張りますから。いや、無茶はしないでくれ。さあ、兄さん、帰ろう。強くなった私が、兄さんを送ってあげるからね。迷子にならないか？それは嬉しいが、ミオ、村はそっちじゃないぞ。ほら、いきなり。ひへへ。ミオが一人前になるのもまだ少し。いや、かなり先かな。サブ任務86、迷子の警備隊、東都へ。達成。で、今のなんか氷、あ、これやんね。氷の石。とりあえず手持ちに使える子はおらんっぽい。うんうん、オッケーオッケー。はは、めっちゃ凍えてる。これあれやね、ゼルダの伝説やったら、確実にダメなやつ。体力が削られてそのうち、チーンってなるパターンのやつやね。さ、ちょっと一旦雪原ベースに戻りますか。報告できることは特にないようですね。これから、一旦村に戻ります。ん？なんかまた、どうした？オクターのお墨の人よね。あれから何か進展が。石つぶてのおかげで、究極の漬物レシピを思いついたんだ。知りたいだろ。まあ別に知りたくはないけど、知りたいって言っとくわ。ならレシピを教える代わりに材料集めを手伝ってくれ。ゴリゴリミネラル、コロコロ豆、キングリーフを2つずつ頼んだよ。キングリーフ？サブ任務80、究極の漬物レシピ。キングリーフってどんなんやった？ゴリゴリミネラルはなんか腐るほどあるね。あとコロコロ豆とキングリーフ。あ、キングリーフああいうやつか。なんか見たような気がしなくもない。え、なんかさ、群青の海岸とかに生えてなかった？あれ気のせいかな。はい、お姉さん。ゴリゴリミネラル、コロコロ豆、キングリーフを2つずつで究極の漬物作るかい？作りましょう。てか作ってください。アユナはゴリゴリミネラルを2個渡した。コロコロ豆を2個渡した。そしてキングリーフを2個渡したと。砂浜大根は用意してあるからね。早速作るかね。よかった。なんか捨てたやついるって言い出すんかと思った。まあ、純白の糖度に行ったら砂浜大根めっちゃ生えとんやけどね。さーて仕上げ。壺の上に石つぶてを乗せて完成だよ。お、石つぶて頑張ってくれ。なになんだ一体、進化？おぉ、より重く。でも、すごく目立つ。石つぶての姿が変わった。噂の進化ってやつかい？漬物は？いや、無事やろ、別に。私の想定していた倍も美味しい。まさに究極の漬物、二倍漬け。何？そんな一瞬で出来上がるもの？まだ全然漬け込んでなくない？ポケモンの力を借りれば、料理の可能性はどんどん広がる。これもあんたのおかげ、ありがとね。サブ任務80、究極の漬物レシピ達成。お、これ何？二倍漬けのレシピ？究極のレシピができた。うわ、イカつくなったね。なんか、一旦間にちょっといかつめのを挟むよね。私、ゴローニャの顔は可愛いと思っとんよ。みんな思っとるかどうかわからんけど。なんかちょっと亀っぽい感じせん？あとはもう情けな感じやね。よしよし。じゃあ、向かいますか。神王神殿へ。どこやろ？山頂ベースかな？いや、なんかもうちょい下の方やったような気がしなくもない。いや、大丈夫や。近かった。そっか、この神殿か。向かうぜー。ふぅー。しっかりと準備が整えれとるかどうかはちょっとよくわからんけど。ああ、まあまあまあ。でもどう？ディアルザより後に痛い。やめてよ、通りすがりにパンチとか。何もしてないでしょうよ。ディアルガよりかは強いってことかな。後で登場ってことは。それとも同じぐらいなんかな。乗れた乗れた。お、ムベさんかと思ったら違う。お待ちしておりました。またベースキャンプでも買い物はできますが、より近いこちらでも買い物できると便利ですよね。自分からしても神話の世界に触れる特等席。戦いを始めれば、もっと近づきますからね。
平気ですよ。自分の身ぐらい自分で守りますから。何も言ってないよ、こっち。それに、あなたとポケモンの調査でしたら、自分に危険が及ぶ前に、事態を収束なされるでしょうし。すごい、なんか、そんなに信頼されましても。怖いわ。なんかあった時にめっちゃ文句言われそう。信頼したからいたのに、みたいな。はぁ、またやってきたよ。この短距離でも乗るやつ。やっぱちょっとでも早くね。到着。ことぶき村を守るためには、異物は排除せねばならぬ。お前にしろ、神殿のポケモンにしろ。そう考えてきたが、お前は違うと教えてくれた。びっくりした。結局排除されるんかと思った。まあ、でもね、元の世界に帰りたいですけどね、きっと。私は。戦いに臨む覚悟、決めたのか。行きましょう。行くしかないでしょう。あゆなよ、共に明日を迎えよう。何それ。無事でという願いを込めた金剛団のことわざだ。ことわざなの今の。なんか結構直接的な感じやった気がするけど。金剛団もいいことを言うのだな。マジでそこ認めるんや。何かあれば支援するが、お前には無用であろう。失意の人、ポケモンの時間と空間を守ってくれ、アイナ。うわー、一人にめちゃくちゃ重圧。普通こういうのみんなで協力してせん？協力してきた感じなんかな。おお、おる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 。これはディアルガを出せってことよね。こんなね、なんかすごい。え、なに？神殿破壊された。え？神殿破壊されたよ。大丈夫なの？おう、周りの人は無事。いや、ディアルがそんなね、なんか満を持して登場みたいな感じでせんでも、私、その辺のポケモンと戦うときにめちゃくちゃディアルが使いよったけど。ほいほい使いよったけど。え、なに？ストーリー上で対決してくれる感じ？全然聞いてないじゃないか。なにこれ？パルキアこういう感じやったっけ？ケンタウロスみたいになったんやけど、なんか。怖い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 。